しー。今日は、狩猟 YouTuber のヨッシーさんからワナをお借りしました。ありがとうございます。今日は、このヨッシーさんのワナを借りて、ワナをかけようと思い、なに、キモ。うんこだな。いや、グーじゃない。それからどうしたの？いや、グーじゃないでしょ。ということで、とりあえず、罠を準備していきましょう。罠をかける前に、このワンウェイスペッター。失礼、噛みました。なかなか、いけた、よしよし。結構ね、罠が、罠ちゃん、罠が、バカになっていることがあるんで、気をつけてください。ね。ここね、ちゃんと首があるんでやりやすい。ね、よっしゃね。ありがとう。で、ここに、ちゃんと横に向けにで、やって、このままね、バネを、こう、足にかけて、足に、いや、キモ、ない。それからどうしたの？相方ね。よしよし。これもね、そのままぐーっと上げていって、最後まで、すごい設定。あの日、あの時、あの場所。いや、小田和正出たやん。小田和正出てもうたやん。ねえ。まあ、いいでしょう。で、最後までやらずに、ちょっとだけ上げとくんて。で、ここまで来て。ここまで来て。で、今から罠をかけます。はい、頑張ってくださーい。最初に、一応ね、木にくくる、くりくりと、かけて、で、ここね、何回かこう、ねじってからやると、こうね、いいみたい。はい、最初の街灯に沿って穴を張っていきましょう。で、こんな感じ。結構ね、結構綺麗に、こう、掘れてるやーって思うんですけど、結構ね、こっから長いんですよ、この人。見て。ほら、全然。ほら、すごい長い。もう全然、すごい時間があったよ。はい。で、パイプのとこもう一度穴を掘って、いいかな。で、上から土をかぶせていきましょう。いや、それあかんって怒られてやんか、こないだ。ちょっと今ね、今見たらすごいいろいろ思うこともありますけども、いいでしょう。おー、今、綺麗にしましたね。で、足を踏むように、一応この木を置きながらね、ちゃんとこう右のとこを押すって踏むようにね、頑張ってくださいということで。いや。よし、これで完成ちゃうかな。あとは、こうやってね、ぬかを前後に巻いとくといいっていうことを聞いたような気もする。でも聞いてないことはない。ちゃんと聞いてた。こんな感じで前後にね、ぬかを巻いていきましょう。で、反対側、こっち側にもね、一応獣道あったんで、高い。ほら、ポンコツ出たよ。高いとこからやったら罠のとこまでぬかがいっちゃうよな。よし。綺麗にして、したかな？いいでしょ。バンカ。もう何回も見すぎやで。あ、すごい刺してる。刺してる。よいしょ。これはもう遊びやな。花が。それからどうしたの？感じで。じゃね、ちょっと、シミュレーションしていきましょうか。だいぶ、もう10メートル、20メートル手前ぐらいから写真撮ってるんですけど、このままね、渡りに沿って、こうカメラを動かしていきます。で、ここら辺からね、ぬかを置き出して、巻き出して、このまま前に進んでいきます。いや、ここにぬかがいっぱいあるな。奥の方へ行ったらもっといっぱいあるんちゃうか？ないんちゃうか？こっちなんない。
うんうん、まだ続いているぞ。このまま進んだら一体どんなご褒美にありつけるんだ。ちょん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 、こちら。お、これ邪魔だな、踏んじゃおう。なるということでね、はい、今日はヨシーさんの罠を借りて罠をかけてみました。さあこのまま、あれにあれになったらいいんですけどね。さあ結果はどうなんでしょう、こうご期待。ではまた見てね、チャンネル登録とかやってください。バイバーイ、バイバキン。ザザ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 、チャンネル登録してね。歌うな。